It's not a show of shit, dude.待たせたな。ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父に帰りを待っとりますけ。でけえ声出すな、バカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、助けて。親父。一番も気をつけてな。え、トビ？ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。だって俺やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。親父さんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェーだしな。今の俺らにとっても日本は安全な状況じゃねえ。だからこそおめえの力が必要なんだ。考えてないで行くわよ、トミー。分かったよ。お前らにそこまで言われちゃしょうがね。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに。素直になれない俺も可愛いだろ。めんどくせえやつだな。気に出たな。ああ、このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな、客だ。あ？ドワイト。しつこい野郎だ。止めろ。二人はここに。山井、茜さんとラニを頼む。手短に片付けろ。長いはしたくねえ。ここらは餌場だからな。餌場？アドバイスだ。海にはなるべく近づくな。何か知らねえが、分かった。行くぜ。うん。お別れの挨拶もなしなんて寂しいじゃないか、春日。俺ん中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドワイト、てめえよくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真そんなにばらまいてほしいか。いや、富澤君だったかな。君たちをここで始末すれば、それもこれも全て解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあ、そろそろ始めようじゃないか。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、
マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらおう。この状況でまだやる気なの？引かれてるよあいつ。とにかくサメの動きに警戒を。襲われれば無事では済みませんよ。いや、ちょっと、俺の番号。盛り上げてきてんぞサメ。気ぃつけろトミー。下手に近づくとやべえ。悪く思う。ウォーカーランプリーディング。おい、どうよ。行きますよ。行くか。黙らせてやる。やるのかい。よし。覚悟。ありがとうございます。ついてこれますかね？かわせますかね？苦しむがいい。全力で行くよ。覚悟。黙らせてやる。
戻る。任せといて。覚悟。
な、死ぬなよ。回復だ。ありがとうございます。よし、私の番です。何？来ない。ハッピーバースデー。いつでもいいぜ。いか。俺もまだまだ現役よ。コツつかめたんじゃねえか。いっぱいやりたい気分だぜ。また成長しちゃった。さらにお役に立ちましょう。鍛錬の成果です。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。勝負ありだ。どうする？ブライスに泣いて謝るか。お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか。いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ、あんたあの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい。バレカナの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は誰よりも恐ろしい怪物だ。あ？それは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするかな。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分で餌はここにありますって言ってるようなもんだ。まあ、イミテーションキングの最後としちゃ上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの？消すよ。死体切りの趣味はね。バカ野郎が。本当についちゃった。ここ日本でいいんだよね？ああ、海上保安庁の航空基地だ。帰ってきたんだな。へえ、これが日本か。なんか殺風景だな。当たり前だろ、空港の端っこだぞここ。それにしても
病はなぜこんなルートを用意できたんでしょう。それなんだよな。あ、おい、あれ。あ、あれって。どうも、足立さん。それに春日一番、久しぶりだな。そうか、あの子がラギか。伊達さん、まこっちゃん、なんでここに。ん、病から聞いてないんですか。おい、病。まあいいじゃないですか、刑事さん。病豊かだな。こうして会うのは初めてだな。捜査一課の伊達誠だ。病だ。へえ、あんたが伊達さんか。ああ、突然連絡があった時はたまげたが、病豊か、田畑修二殺害の罪を認めるんだな。ええ、田畑をやったのは自分です。なんだよおい、全然わかんねえって。説明してくれよ。部外者に話せる内容じゃないんだがな。お前らを部外者っていうわけにもいかねえか。病がかつて東条会直系の田畑組ってとこにいたことは知ってるか。はい、そこの組長をやっちまって国外に飛んだって。そこまで知ってるなら、まあ話は早いか。事件後、病は今に至る30年近くを国外逃亡していたが、つい最近になって自ら出頭を申し出る電話をしてきたんだ。それもわざわざ俺を直接ご指名でな。出頭？あんたは話のわかる刑事だって聞いてたからな。勘弁してくれ。殺人とはいえ30年近く前の事件だ。捜査はとっくに打ち切られてた。なのにいきなり犯人本人から電話が来たって時はガセだと思ってたんだが、警察でも一部しか知らない当時の犯行現場の状況をはっきり言い当てやがった。それで俺は電話の主が病本人だと判断した。病は出頭することを条件に数名の連れと一緒に秘密裏に日本へ渡る手立てがないか俺に打診してきたんだ。そんなことをしなくてもアメリカとは犯罪人引き渡し条約が結ばれてるからな。正規の手続きで病を日本に送還することはできる。当然俺は病の提案を突っぱねたんだが、こいつはそれが絶対条件だと譲らなくてな。そのまま話をなかったことにするのはできたが、おそらくこれが事件解決のラストチャンスだったからな。海上保安庁の知り合いに掛け合って日本に渡るルートを工面してもらったってわけだ。たく、久しぶりに方々頭下げに駆けずり回ったぜ。なんだよ、じゃああんた自分の逮捕と引き換えに俺らを日本に連れてきてくれたってのか。富澤君にはそんな美談に聞こえるのか。人殺しが今さらのこのこ出頭しましたってだけの話だ。そりゃそうだけどよ、なんだよその言い草。病の連れがお前らだって知った時はたまげたぜ。まざっと経緯はこんなとこだ。ああ、病、このまま署へ向かう。さあ行くぞ。おい刑事さん、殺人犯の言うことなんか信じちゃいけねえよ。はあ、病。警部、大丈夫ですか。いいから病を追え。待ってくれトミー。あいつは俺が連れ戻す。だから少しだけ時間をくれねえか。頼む。何を。あいつは悪党だけどよ、今さら逃げ出すなんてそんなせこい野郎じゃねえんだ。俺あいつに何年もこき使われてきたからわかるんだよ。何か事情があるはずなんだ。ちょっと
病にかまってる場合、私たちそんな余裕ないでしょ。ええ、今は何よりも茜さんとラニちゃんの安全確保が急務です。伊達さん、俺からも頼みます。俺らはあいつの連れだ。連れ戻すのは俺らの責任でもある。一番ちいちゃんも半順義も正しい。でもよ、このままあいつを逃亡犯にしちまったら罪がぐんと重くなっちまう。俺らは病に借りがある。このまま見捨てるわけにはいかねえんだ。一番、バカなことを。待て、伊達さん。桐生から話は聞いてる。その子、ラニを守るためにあいつは今文字通り命を懸けてる。病を負うことはお前にとってそれよりも大事なことなのか。どっちがじゃねえ。どっちも俺には譲れねえんです。言われるまでもねえ。俺たちはあの人から茜さんとラニを託されたんだ。手分けすりゃ二人も守れるし、病も負える。もし病を連れ戻せなかったら、お前たちが病の逃亡を幇助したと捉えられても仕方ねえぞ。分かってんのか。はい、覚悟してます。ほんと、トラブルを起こす目してる。やっぱり似てるな。足立さん、俺は春日含めてこいつらのことをよく知らない。だからあんたにかけます。信じていいんですか。ああ、まこっちゃんの信頼には必ず応える。約束する。足立さん、ほんとお人よしですよあんた。まこっちゃんが言うか。おい春日。はい。病が何か理由があって逃げたってんなら、多分あいつは田畑結衣を探してるはずだ。それって病が惚れてたっていう。ああ。病が日本で思い残してることなんてそれぐらいしかねえだろうからな。ありがとうございます。おい、トイレどこだっけか。朝から腹の調子が悪くてよ。トイレ？あらから、また痛くなってきやがった。こら2時間はこもることになりそうだ。ちょっと伊達さん。まこっちゃんは2時間待ってくれるってよ。あんまり時間はねえな。急ぐぞ。伊達さん、ありがとうございます。俺も少しはいいとこ見せねえとな。単純に茜さんとラニを頼めるか。お早いお帰りをお待ちしていますよ。でもどうやって探すの。病が田畑結衣に会おうってんなら、カムロ町に向かったに違いない。田畑組の関係者がまだ大勢残ってるはずだからな。よっしゃ、急ごうぜ。なあ、おう、うん、足立さん。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。私の出番ね。調子乗ってんじゃねえ。覚悟、覚悟。俺の番だ。何？来ない。ガツンと行くぜ。俺の番だな。ほら来いよ。相手してあげる。黙らせてやる。全力で行くよ。はいね。よし。こっちは買い物終わったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
なあ。そう。なあ。すまねえ。ああ、カズガ、
せい。おう。なあ。え？くそ。私の出番ね。ほら来いよ。はあ、はっ、やんわ、上洛ね。ほら来いよ。よし、やるぜ。いつでもガツンと行くぜ。俺の番だな。よし。上昇上昇。へへ、いっぱいやりたい。吸収が早いのよね。これが俺の真骨頂よ。くそ。おい、ああ、それでは出発いたします。うん、お久しぶりです、アネさん。どうなった？
やばい。よう、遅かったな。田畑由衣、この人が。山井、あんたここで何するつもりだったんだ。ここに来たってことはそれなりに調べは済んでるんだろう。復讐するつもりだったのか、その人に。ずいぶん手前勝手な話じゃねえかよ。勝手に惚れて手出した挙句旦那さん殺して。逆恨みもいいとこじゃねえか。そうだな、返す言葉もね。なんだよ、ちっと反論しろよ。てめえがそんなケチなやつかよ。なんだよそれ、難しいな富澤君。アルツハイマーだそうだ。57のはずなんだけどな。若年性ってほどじゃねえが、だいぶ早い。俺のことなんてまるで覚えちゃいねえみてえだよ。ああ、30年前か。当時の姉さんはそりゃ派手な人でな。買い物一回で数百万は当たり前。そんで毎晩シャンパンタワー建ててたよ。俺らが血眼になって稼いでも焼け石に水。ほんと困った人だった。でも惚れちまった。こればかりはどうしようもねえらしい。あんたがベタ惚れか。らしくねえな。らしくねえことをしちまうのが人間ってものらしい。姉さんの奔放さを親父は黙認してた。だが男を作るとなっちゃ話は別だ。姉さんはよりによって組の頭とできちまってな。遠からず親父にも気づかれる。そんな折に目つけられたのが俺だった。姉さんは俺が惚れてることなんてとっくにお見通しだった。二人きりで呼び出されて言われたよ。頭との仲が知られたらきっと自分は殺される。だから先に親父を始末してくれ。バカだよな。どうやったらそんな頼みを聞こうと思う。でもあんたはやった。万に一つでも。そうすりゃ姉さんが振り向いてくれるんじゃないか。二十歳そこらの若造はそう思ったらしい。姉さんの立てた計画はこうだ。当日組長室の親父に話があるって。俺を付き添いにして姉さんが入る。頭の剣をあえて出して激高した親父が姉さんに手出そうとしたところを俺が正当防衛の手で殺す。警察にも組の連中にも俺のことは姉さんが守ってくれる。そういう約束だった。けど実際はまるで違った。俺が親父を殺したのを確認すると姉さんが急に服を乱して部屋を飛び出した。病が親父を殺した挙句自分を襲おうとしたってな。なんだよそれ。じゃああんたはまんまとはめられたってわけだ。いや、はめられたってのも違うな。ああなるってのは分かりきってたことだ。サツと組の追ってから逃げてる間一度だけ姉さんの様子を見に行ったことがある。親父が死んでまだ間もない頃だってのに。人目もはばからず頭とイチャついてたよ。
そう思えばあの時からだったな。寒気が止まらなくなったのは、俺は目の前の何もかもから逃げ出したくなって国を飛び出した。それが事件の真相ってことか。信じる信じないは好きにしてくれ。そこまでされたんならよ、なんであんたこの人をただぼーっと見てたんだよ。殺す時間はあったんじゃねえのか。ここに来るまではそれもありかと思ってたんだけどな。もう朝ごはんの時間？けどなんだかバカバカしくなっちまった。なんだろうな、とっくに勝ち逃げされたんだなって気持ちかね。ああ、さてと、話はこんなところだ。お前らもこんなところで油売ってる場合じゃねえだろう。まったくだ、誰かさんのおかげで随分時間を食っちまったやっぱり俺の直感は正しかったな。ああ、あんたやっぱり貧乏くじをてめえで引きに行くタイプだって口の減らねえやつだ。正直意外だった、あんたがこんなに自分のこと話すなんてよ。俺もだ言い訳したくなったのかもな、お前らには。さ、あの刑事さんをこれ以上待たせちゃ悪いな。俺は先に行くぜ。ねえ、暖房つけてくださらない？ここ冷えるわ。だな。